さんこんにちは。大久保バッティングセンターチャンネルの大原です。今回はですね、前回までずっと野球レッスンの動画を、ずっと上げてたんですけど、今回はちょっと息抜きですね。息抜きで、プロ野球選手の、モノマネをやっていきたいと思います。そんなモノマネってもなんかこう完璧にこうガチガチにモノマネするっていうよりはちょっと遊びな感じで、楽しく見ていただけたらなと思います。見てるかどうかはちょっと分かりませんけど、実際にちょっとやってみます。それではやっていきましょう。筒香選手の、筒香嘉智選手の、超特大ホームランやります。はい、次は筒香嘉智選手の、右ピッチャーのスライ低めのスライダーを前でさばいてホームランにする筒香選手やります。村田修一さんですね。僕が当時いた時の横浜の時の村田修一さんやります。次はラミレス監督が現役時代の時に、初球必ず見逃すんですけど、もう全く打つ気ない、ラミレス監督と2球目にそれをホームラン打つラミレス監督がやります。はい、次はですね、中村典弘さんですね。ベイスターズにいた時の中村典弘さんで、初球のアウトコースビタビタのボールを自分でボールと宣告した後に同じような球を技ありのライト前を打つ中村典弘さんになります。はい、次はですね、アウトコースのスライダーをで2ストライクを追い込まれて、その後にインコースまっすぐを技ありのライト前を打つ宮崎敏郎選手になります。
最後はですね、僕の同級生の、ちょっと、まあ、今は当時はすごかったんですけど、今はちょっとレアな選手になってますけど、吉村優輝選手の座席の入りから、低めのボールを左中間スタンドに放り込む時の吉村優輝選手やります。はい、皆さんいかがでしたか。モノマネシリーズですけどね、僕もね、よく選手の時によくモノマネしたりとかして、みんなのこうやってたんですけど、僕より上手いやついっぱいいたんであれなんですけど、あのモノマネするってめちゃめちゃこれいいことなんですよ。なんでかって言ったら、やっぱりその選手の特徴を見れるってことなんで、その選手の特徴を見て真似してみて、実際どうやったかって自分で試せるので、これ真似することはどんどん皆さん、やっていっていいと思います。憧れの選手のモノマネしてみて、バッティングしてみて、おこれめっちゃ打てるやんとか、最初はそういう入りでいいと思います。逆に、まあ、好きだけどちょっと俺とは自分とはちょっと使い方違うなとかっていうのも気づきもあるので、ぜひやってみてください。似てる似てないは別なんで、感覚としてやってみてどうかっていうところを試しでやってみるといいと思います。次もお楽しみに。それでは失礼します。